皆さんはじめまして、うぷ主です。この動画は戦国バサラ4の気ままにプレイ動画です。実況初心者でグダグダプレイやしょうもない小ネタが目立ちますので、ご了承ください。装備はこんな感じです。お市のレベルはキリのいいところまで上げておきました。今回は戦国創世の通常ルートを進めていきたいと思います。それでは、可憐な乙女たちに会いに行きますか。今回は魔の手出すときに、ラーとか歌みたいな、叫び声みたいなのは出さないんだね。長政様がいるからかな。姉様のお友達の人だったら、そう。は英雄外伝以来だな、聞くのは。なんだ、男もいるのか。それにしても、なんだか頼りない感じがするなぁ。この国では女性の方が強いんだね。冒頭でのムービーを見るとそんな感じはしたけれど。新しいステージということで、敵はあらかた倒していきます。ふふふ。長政様がいるから頑張れる。オラオラ、魂を差し出せ。勇敢に戦うってできる。お？来たー。やっと来たな、なでしこ隊。正直、これが見たくて最初のステージに選んだのだ。でもごめんね、女性とはいえ手加減はできないんだ。手加減すると、長政様に削除されるから。だからおとなしく、魂を差し出してね。出た。これが陣形か。倒してしまった。ごめんね。こんなつもりじゃ。そうそう、皆さんはバサラ4が出ると分かって一番何が嬉しかったですか？うぷ主は長政様が復活ということも嬉しかったのですが、個人的に一番嬉しかったのは、お市の武器が魔の手だということです。ごめんなさい。本当に嬉しかったもので、スリーや宴でのお市に慣れてしまって、薙刀に戻ったらどうしようと正直思っていました。でも実際は財布復活と、武器は魔の手という完全にうぷ主の壺をつく形となって嬉しかったです。この魔の手からは逃げられないよ。この潜入いいですね。ボタンを押したら追撃してくれますし、この二人でやると、夫婦仲良く戦っているという感じがしますね。さて、一つ目の陣も制圧したので、二つ目の陣も制圧しますか。よし。俺たちさ、見てるだけでいいよね。貴様ら、人の妻に見惚れるとは何事だ。長政様、人の妻って、まったく、公の場でそんなことを、もっと言ってください。スリーで長政様のことを忘れてしまい、宴で、天下統一のセリフに涙が出てしまったうぷ主にとって、このやりとりはほっとします。しかし、なんて美しい。無敵がまだいるなぁ。あの方と比べたら、よいしょっと。情けないよなぁ。とても寂しくて。うわ、矢が降ってきた。ほんと、敵がいろんな動きをしますね。敵味方の兵って、プレイヤーが見ていないところでも戦っているのでしょうか。ああ、空が青いな。そうは思わないかというやりとりをしているのかな。虎は硬いな。なかなかひるまないし。いた、いたたた。
どこから撃ってきたんだ？見つけた。なでしこ隊の奴らでも負けることってあるんだな。よし、あらかた倒したかな。さて、三つ目の陣に行きますかね。ダッシュジャンプも変わりましたね。以前はいちいちスティックを入れ直さないといけませんでしたが、スティック入れっぱなしでもできるようになって楽になりましたね。ほんと、どこから撃ってくるんだ？見えないところで確実に獲物を狙ってくる。こやつら、できる。さあ、敵さんのお掃除タイム。大丈夫、この魔の手は優しいよ。黒くて不気味だけど、紳士だよ。時折闇属性が発動して、一瞬であの世に行けるから、痛みを感じないからね。大丈夫だよ、怖くないよ。さてそろそろ4つ目の陣に。占領されだ。今難易度普通だよね。普通でも占領するようになったんだね。棒になって敵が強化されましたね。陣形合体や普通でも陣を奪取するくらいですから、甘く見ていたらこちらがやられてしまうかもですね。あっこの赤い円は、いたたたたた。分かってたのに避けられなかった。かっこ悪い。臨終していただくわけには参りませんか。それ、ぺったんこ。闇属性で体力回復してるから気づかなかったけど、結構ダメージ食らっていますね。普通でこのダメージ、高難易度だとどれくらい食らうのか。あ、そうそう、バサラに全く関係ないことなんですが、紳士の皆さんに聞きたいことがあります。先日、地元の飲み会があって、トイレに行ったんです。お酒が程よく回って、と行き着こうと思ったその目先に、上半身すっぽんぽんの、な女性のカレンダーがあったんです。あれって、なんですかね、なんていうか、サービスなのでしょうか。こんなくだらないことを言って申し訳ないです。でも本当にだったんですよ。もうでびっくり。ご本、先ほどは失礼しました。途中陣を奪われるという事態に陥り、また奪い返してきました。いよいよナオトラのところに行けますね。太鼓だ。壊したら何か起こるのかな。道草を食ってしまった。お前が歩むのは汚れなき乙女の虎は虎でも、お前さんたちがいるんかい。長政様、行きますよ。ふふふ、他愛もない。男がのさばり、涙するのは乙女ばかり。国の行く末、もはや男などに任せておけない。私は直虎、誰よりもひたむきなる虎だ。いざ戦闘開始。アザイ夫婦の力を刮目せよ。そういえばナオトラって、言い名付けに逃げられたんですよね。強くて凛々しい、しかも可愛いのにもったいない。ならばウプ主が代わりに。締まりがない終わり方になってしまった。優しくなりたいな。勝てない。そしたらきっと、こいつだって。
今回はこれで終わります。初めての実況ということで、お見苦しいところがありましたが、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。続きはマイペースに上げていこうと思います。寒い日が続くので、体調に気をつけてお過ごしください。ではまた。